ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は食べ物を粗末にして炎上した芸能人を解説しようと思ってるんだ。なんですって。食べ物を粗末にする？とんでもないわね。ほんとだよな。魔理沙、食べ物を粗末にするって、もしかして SNS 映えのために注文して、写真を撮ったら、あとはポイってやつ？今回の話はそうじゃないんだ。他の理由で粗末にしてるってこと？じゃあ早速解説していこうか。はい、お願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。食べ物を粗末にして炎上した芸能人、一人目はマギーさんだ。マギーさんってモデルさんでしょ？タレント活動もしてるし、YouTuber でもあるぜ。とっても綺麗な人だわ。マギーさんが食べ物を粗末にして炎上したきっかけは、2016年4月11日に放送された、ヒルナンデスでの出来事なんだ。ヒルナンデスって、お昼に放送されてる生活情報番組ね。そうだぜ。マギーさんは2014年10月から、2018年9月まで、月曜日のレギュラーとして出演していたんだ。ほうほう。そして問題があった日、番組では回転寿司チェーンの、スシローが特集されていた。お寿司大好き。どんな話があったの？スシローのハマチには、セミとハラミの2種類があるって紹介されてたぜ。何が違うのかな？ハラミはいわゆるトロに当たる部位らしくて、取れる量が少ないから希少なんだ。ほえー、それって美味しいってこと？好みもあるだろうけど、タッチパネルに載せるとすぐになくなるから、ランダムにレーンへ流していたそうだぜ。私、ちょっとスシローに行ってくる。待って待ってレイム。今スシローでお寿司は回ってないはずだ。え？回転寿司チェーンなのに？2023年11月に社長が、常時商品をレーンに流すサービスを再開しないって話してたから。そうなんだ。さて、話を元に戻そうか。番組では、マギーさんがスタジオで、セミとハラミの食べ比べをすることになった。いいなお寿司。私も食べたいな。ところが、マギーさんは、寿司のネタ部分だけをつまんで。私、上だけで比べていいですか？って言い出した。そして、そのままシャリを残して、ネタだけを食べてしまったんだぜ。お寿司を紹介しているんでしょ？なのにシャリは虫？それじゃお寿司じゃないと思うわ。私もお寿司を紹介するなら、ちゃんとシャリも含めて食べてほしいと思うぜ。そうなのよ。お寿司って、ネタとシャリの組み合わせが命なのよ。一緒に食べないと、お寿司の魅力が伝わらなくなっちゃうわ。だな。この行為に SNS では、マナー違反。職人に失礼だ。刺身食っとけ。って批判が殺到したんだ。でしょうね。でも不思議？マギーさんはどうしてそんなことしたんだろう？実は、モデルの体型を維持するためなのか。マギーさんのダイエットがストイックすぎるって、話題になったことがあるんだぜ。ダイエット？朝ごはんは、無調整豆乳にプロテインを混ぜて飲むとか、グリーンスムージー。大事な撮影を控える朝は、いちご3粒のみしか口にしないらしい。いちご3粒？私、全然足りないわ。それに、炭水化物を抜いた食事をしているとも話していたな。なるほど。だからお寿司のネタだけ食べたってことね。でも個人的な事情で、公の場のルールを無視するのはどうなんだろう？あらかじめお寿司を食べることは分かっていただろうし、その時点でマギーさんがアクションを起こしていれば、よかったのかもしれないな。きっと次にお寿司を紹介するときは、ネタとシャリを一緒に食べてくれると思うわ。さて、続いて食べ物を粗末にして炎上した芸能人、二人目は、滝沢カレンさんだ。滝沢カレンさんもモデルさんよね。タレントさんでもあるし、YouTuber でもあるな。マギーさんと一緒だわ。ところで滝沢カレンさんは、どんな食べ物を粗末にして炎上したの？それは、2019年7月22日に放送された、帰れマンデー見っけ隊に出演した時のことだ。この日はサンドウィッチマンの、伊達みきおさんと富澤たけしさん、そして宮川大輔さん、松岡修造さんと一緒に、宮城県石巻市を訪れて、バスを乗り継ぎ飲食店巡りをしたんだ。確かこの番組のルールって、サイコロを振って出た目の数だけバス停を進むのよね。そして飲食店を見つけるまで、次のバスには乗れないんじゃなかった？そうだな。この時も4キロ以上暑い中、汗をかきながら歩いて、やっと海鮮料理屋にたどり着いたんだ。4キロも歩いたの。かなりハードなロケなのね。そうだな。
でもその甲斐あって、美味しい海鮮丼とか、キーマカレーを食べることができたんだぜ。疲れた体に染みる味だったと思うわ。しかも霊夢、本当はそのお店、まだ開店準備中だったんだ。え？だけどメインメンバーの伊達さんが交渉して、特別に入店させてもらえたんだ。さすが伊達さんの交渉力。そして食事が始まったんだけど、この時滝沢カレンさんは、宮川さん、松岡さんと一緒に海鮮丼を注文。美味しいって言いながら、地元の新鮮な海鮮を楽しんでたんだ。美味しかったでしょうね。いっぱい歩いたし、新鮮な海鮮だもの。ところが番組の後半で、他の人たちが完食しているのに、滝沢カレンさんだけが、白米を残してるシーンが映ったんだ。海鮮丼のご飯を食べなかったってこと？海鮮丼って、ご飯と上に乗ってる海鮮が一体となった時に、初めて海鮮丼となるのよ。それにご飯と海鮮を一緒に食べないと、海鮮丼の魅力が伝わらなくなっちゃうわ。どっかで似たようなセリフを聞いた気が。そう？続けるぜ。そして、そのシーンには特に音声やテロップで説明がなかったため、オープン前に提供してくれたのに、失礼だ。食べ物を粗末にする人は嫌い。って SNS で厳しい意見が飛び交ったんだ。滝沢カレンさんは、どうしてご飯だけ残しちゃったんだろう。は。マリサ、もしかしてマギーさんの時と、同じ理由なんじゃない？そうだな。体型維持のために残したんじゃないかって意見もあったぜ。やっぱり、モデルさんだし、カメラの前でお仕事をしてる芸能人だもんね。全部食べたら体型がまずいことになるって気持ち、わかるわー。え？霊夢が？私だって気にするもん。残さないけど。そうなんだ。でもやっぱりお残しを見てしまった視聴者さんたちは、食べ物を粗末にしてるって見ちゃうのよね。だけどね、タレントとしてテレビに映る以上、視聴者さんが不快に思わないように振る舞うのも、プロのお仕事なんじゃないかって思うわ。霊夢、食べ物を粗末にして炎上した芸能人、3人目を解説するぜ。お願いします。3人目はおかずクラブの、オカリナさんだ。知ってる。元看護師さんで、お笑いタレントさんよね。そうだぜ。オカリナさんが食べ物を粗末にして炎上したのは、2022年7月17日に放送された、イッテ Q、温泉同好会九州ツアーで、椿鬼奴さん、頑張れるんやさんと、福岡県糸島市にある、JA 糸島産直市場糸さいさいで、ロケを実施した時のことだったぜ。産直市場ってことは、生産者さんが直接販売している場所？そうなんだ。野菜や果物、魚や肉、苗や生花、加工食品もあって、その一つ一つに、生産者さんの名前が書いてあるんだぜ。いいわねえ産直。生産者さんの名前が書いてあったら、なんだか安心感があるわ。テレビでは、地元の食材を購入するってシーンが映ってたんだけど、そこでオカリナさんは、豆乳シフォンケーキを手に取ったんだ。シフォンケーキ大好き。軽くてふわふわで、口に入れた瞬間シュワってなくなっちゃうのよ。シフォンケーキは、空気をたくさん含んだメレンゲを材料に作るから、ふんわりと軽い独特の食感なのが、大きな特徴なんだ。そのシフォンケーキを見て、オカリナさんはこう言ったぜ。すぐに握りつぶせそうな。ええ、まさか。そう、そのまさかなんだ。お笑いタレントゆえのノリだったのか。次の瞬間、手でパンって拍手をするかのように、シフォンケーキを薄く潰して、カメラに向かって、ぺちゃんこ、空気をちゃんと入れて膨らませてるってことが、わかりますよねー。って笑顔でコメントしたんだぜ。ひどい。ケーキ作った人が見たら泣くよ。さらに、潰したシフォンケーキをおにぎりのように握りしめ、二口で完食。ああ、せっかくのふわふわ食感が。ねえマリサ、他の出演者さんたちは、オカリナさんの食べ方を止めなかったの？そうなんだ。美味しそう、その食べ方や、一口でいっちゃえって、むしろ楽しんでいる様子だったぜ。さらに、編集で足された笑い声も響いていたんだ。現場では誰も止める人はいなかったのね。だけど視聴者さんの目は厳しかったぜ。中には、食べ方は人それぞれ、って擁護する声もあったけど。ドン引き。せっかくのシフォンケーキを握りつぶすとか、ありえない。しかしオカリナの行為を面白いと思ってカットしなかった、番組制作側にかなり引いてるのだが。シフォンケーキを手でこねてから食べる場面が不快すぎて、チャンネル変えた。って意見が多かったな。シフォンケーキを潰して食べると、シフォンじゃなくなってしまうわ。私はやっぱり、
ふわふわのまま食べたいわね。さあ、続いて食べ物を粗末にして炎上した芸能人、4人目は、加藤サリさんだ。加藤サリさんって、私の頭の中では、加納栄光さんの元カノってくらいの情報量しかないわ。間違ってないぜ。加藤サリさんは、読者モデルからレースクイーン。現在はセクシー路線でタレント活動をしている人なんだ。なるほど。それで加藤サリさんは、どんな食べ物を粗末にしたの？肉だな。肉？肉を粗末にするって、どんな風に？炎上の発端は、2020年10月に加藤サリさんが、黒い服の上から胸の部分に精肉を貼り付けて、その写真を、インスタグラムに投稿したことなんだ。肉？ブラ？それはまた、大胆な発想だね。大阪で肉寿司、あーんのはずが、マスクに続いて肉でも肉ブラ作ったよ。ってコメントしたんだぜ。マスクに続いてって、どういうこと？2020年4月に届いたアベノマスクで、ナイトブラを作ったって、インスタグラムに投稿してる。マスクは口を隠すものよ。それはみんな知ってると思うぜ。加藤サリさんは、すべての小物をセクシーな方向へ持っていくのが上手な人なのかもしれないわ。だって、精肉をそんな風に使うなんて発想、私には考えもつかないもん。肉は焼くか、煮るか、蒸すか、茹でるか。霊夢はそうだろうな。この肉ブラは賛否両論だったぜ。食べ物で遊ぶな。食べ物を粗末にするな。食べ物をそういう使い方で見るのは本当に残念。って厳しい意見もあったけど。サリちゃん、おもろすぎ。めっちゃ可愛い、その肉食べたいなぁ。お肉になりたいです。って好意的な意見もあったんだ。食べ物を粗末にして、好意的な意見があったの？考え方は人それぞれだからな。ただ、加藤サリさんは2020年4月28日に、第一子を出産してることから、赤ちゃんが触れるリスクを考えていない。胸元に貼り付けるなんて、不衛生だ。って意見もあったぜ。生のお肉には、食中毒になる菌がついている可能性があるからね。乳児がいる母親だったら、もっと慎重になるべきだったかもしれない。他にも、レディーガガも精肉を使ってドレスを作っていたし、面白いアイデアだ。って評価する声もあったんだ。どういうこと？2010年の MTV ミュージックビデオアワードの、8冠に輝いたレディーガガが、授賞式で着用していたのが、精肉ドレスなんだ。これは強いメッセージがあるドレスだったんだぜ。強いメッセージって？ Don't ask, don't tell と言って、1994年から2011年まで施行されていた政策だな。どういう意味？聞かれない限り言わないって意味で、アメリカ軍が採用した軍人の性の対象者が、同性かどうかを問いただすことはせず、また兵士も公言しなければ、解雇されないっていうものなんだ。それは LGBT 関係の話ね。そうだな。このことに対してレディーガガは、政策を撤廃するように行動を起こしていた。肉ドレスもその声明の一部だったそうだぜ。レディーガガのファッションには、驚かされるものが多いわ。でも加藤サリさんやレディーガガみたいに身につけるんじゃなくて、お肉は美味しくいただきたいわね。そうだな。ねえマリサ、食べ物を粗末にして炎上した芸能人ってまだいるの？いるぜ。5人目はオーブの中川勝成さんと、浦野修太さんだ。オーブは、吉本興業所属の4人組男性ダンスボーカルグループだぜ。それで、このお二人はどんな食べ物を粗末にしたの？餅だ。お餅？これは2023年3月7日に放送された、ポカポカでのことだ。ポカポカってあの昼の番組だよね？どんな内容だったの？その日の放送では暇王っていう、暇だからこそできる暇ネタを競い合う企画があったんだ。誰が一番キングオブ暇人かを決めるんだぜ。暇ネタで競うって、面白そう。そして、オーブの中川勝成さんと浦野修太さんが挑戦したのは、暇すぎて餅を1万回ついちゃいました、って企画だった。それはすごいわね。でも1万回って相当な回数じゃない？そうだな。だからこの挑戦のために、二人は放送前日の夜10時からキネトースを使って餅をつき始めたぜ。え、夜10時から？いくら暇でも大丈夫だったのかな？大変だったと思うぜ。餅つきって思った以上に重労働だからな。でも1万回もついたら、美味しいお餅ができたんじゃない？それが、餅をついているうちに、トロトロになり始めたんだ。トロトロ？ 2000 回ほど過ぎたあたりで、餅の形が崩れてきてしまったそうだぜ。それで、どうなったの？
最終的に9990回までついて、生放送中に残りの10回をついて完成させる計画だった。だけどこの時すでに餅は液体状になっていたんだ。放送当日の生放送中、屋外で二人が9991回目をついた時。ついた時、液状になっていた餅は、薄の外に勢いよく飛び出してしまったんだ。せっかくのお餅が。でも不思議ね、どうしてそんな風になってしまったの？餅って、ついている最初はデンプンの影響によって弾力を保てている。だけどつき続けると、デンプンが破壊されていくぜ。デンプン破壊が一定以上進むことで、弾力を失いトロトロになってしまうんだ。マリサ、それって食べられる？味は水に近いおかゆのような味らしいけど、あまり食べたいとは思わないよな。そうだよね。その後、オーブの二人はスタジオに戻ったんだけど、液状になった餅は屋外に放置されたまま。番組内でその餅がどうなったのか、誰も触れなかったし。結局、餅は食べられることもなく、そのまま終わっちゃったんだ。お餅を無駄にしちゃった感じだし、なんだか後味が悪いわね。このことに対して SNS では、ただただ汚い。フジテレビのセンスのなさが炸裂。この時代に食べ物を粗末にするって時代遅れ。っていう声が殺到して、炎上状態だったぜ。企画自体は面白そうだったけど、その結果がこうなると、ちょっと残念だわ。でもきっと、練乳状お餅は、スタッフが美味しくいただいてるわよ。さて、食べ物を粗末にして炎上した芸能人6人目は、アイドルグループ美少年の、那須雄登さんだ。美少年って、次のデビューは、って注目されてたグループじゃない？そうみたいだな。ところで那須雄登さんは、一体どんな食べ物を粗末にしたの？霊夢も大好きなシュークリームだぜ。それは許せないわね。炎上の発端は2023年8月、那須雄登さんが楽屋と思われる部屋で、シュークリームを壁に投げつけている動画が、SNS で拡散されたんだ。食べ物も粗末にしてるし、部屋も汚れるし、とんでもない行為よ。だけど実はこの動画、6年前に撮影されたものなんだ。へ？ 6 年前の動画？それが今になって、再び注目を集めてしまったようだな。これがデジタルタブーってやつね。でもシュークリームを壁に投げるって、なんでそんなことをしたんだろう？ちょっと理解しがたいわ。動画では、撮影者が那須雄登さんに、何を投げるんですか？って聞いたとき、笑顔で、シュークリームです、シュークリーム投げます。って答えて、そのまま壁に向かって投げつけてた。もったいない。その後、もう一つも同じように投げて、その際に撮影者が、まあ、賞味期限過ぎてますからね、大丈夫です。って言ってたんだ。大丈夫じゃないわ。賞味期限が過ぎてても、投げる理由にならないわよ。ねえマリサ、これって大きな反響を呼んだんじゃない？そうなんだ。まとめサイトや SNS で急速に広まって、大炎上したんだぜ。SNS 上でのモラルに関する問題が取り沙汰されている中で、この行動は、スシローペロペロ事件と、同レベルだって批判されてたな。でしょうね。SNS では、食べ物を粗末にするな。これでイメージがダウンする。デビューが遠のくかもしれない。っていう意見がたくさん見られたし、ファンもこの行動には失望しているみたいだった。ファンが失望するっていうのは痛いわね。アイドルはイメージが命だから。那須雄登さんは、食品を作る人々や、楽屋を提供してくれた劇場の方々に対しても、申し訳なく思っている。って過去の行いを反省してたし、ファンや関係者に、多大な迷惑をかけてしまったことに対して深く謝罪したぜ。6年前のこととはいえ、食べ物を粗末にしていたことには間違いないわ。これからの行いで、悪いイメージを取り除いていけるといいわね。今回は、食べ物を粗末にして炎上した芸能人を、6名解説したぜ。ねえマリサ、私個人的にレディーガガの、肉ドレスがどうなったのか気になるわ。食べたのかな？まさか、あのドレスは、腐らないようにビーフジャーキー状態にして、2011年6月16日から、アメリカのオハイオ州クリーブランドにある、ロックの殿堂博物館に展示されてるぜ。ビーフジャーキー。それも美味しそう。剥製師さんがジャーキーにしたんだけど、手元に来た時はすでに腐敗していて、洗浄や匂いを落として、保存できるような状態にするのに1ヶ月かかったらしい。やっぱりお肉は新鮮なうちに、美味しくいただくのが一番ね。
それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。